入っていきたいと思います。すいません、今回の第2部はですね、小野井さんの件をきっかけにハラスメントの実態をこれをなんとか撲滅するんだってことで特別防衛監察とか有識者会議とか、まあ、皆さんもご承知の通り動き出して、で、結局全件調査をするべきだっていうふうに佐藤先生とかは申し入れをしてたみたいですけど、結局それもなされず、あくまで1400件ぐらいしか隊員の中から申し出がなかった。でもその1400件も結局ほとんど処分がされずに200件、処分が大体200件ぐらいで処分がされずに終わったと。結局大きな山が動いたという意味でもたった200件、24万人ぐらいですかね、経験ですね。ということで、いや、これは本当にアリバイ作りのためにそういうことが、行われて終わってしまうということをそうなんじゃないかなってことを危惧して、だったらこれに対するカウンターとして、私たち弁護士の方でアンケートを立ち上げて自衛官さんの方に書いてもらおうということで、アンケートを実施して、その、ですね、12月末に集結し、一応アンケート2ヶ月間で期限区切っているので、今まだ2週間ぐらいしか経ってませんから、そしてこの裁判 の準備で忙しくてあんまりちゃんと分析もできてないので、ちょっと速報ベースの話にはなりますけれども、一応それをちょっと皆様の方にご報告をして、で今後のアクションですね、この署名をして、こんな声があった、それにはこういうふうに改善したらいいな、改善の提案もいっぱいいただきました、アンケートの現場の声がですね。でそういうのを、できれば1月末ぐらいにこの署名とかですね、署名いっぱいにして、署名でね2万件とかになると防衛大臣とか会ってくれるかもしれない。いや、ごめんなさい、別に2万人だから会ってくれると私も確証を得てるわけじゃないんですけど、ちょっとこんなこともあるので、こういうことをしながらですね、ちょっと皆さんの注目をいただきつつやっていきたいと。でこれも含めてちょっと今後ですね、何ができるのかということについて皆さんと相談をしながらやっていきたいということで、前回からのハラスメント撲滅プロジェクトの、ちょっと実質的な今日第2弾ということで、ちょっとご説明させていただきたいと思います。でまず初めにすいません、ちょっと一点訂正がありまして、ごめんなさい、皆さんのチラシですね、前回のやつを上書きして使っていて、前のやつってちょっと開始時間が6時半になってますけど、そんなにはかかんないんじゃないかなと、1時間半とか2時間ぐらいじゃないか、多く長くて2時間ぐらいかなっていうようなイメージでいますので、一応ちょっとそこはそんなようなイメージでいていただければと思います。ということで、まずはちょっと佐藤先生の方から趣旨とかをちょっとご説明いただいですね、で私の方でさっきの、ような説明をもうちょっと詳細な映像でやるので、ちょっとその趣旨とかいろいろ、ちょっと趣旨というかアクションについて伺いたいと思います。佐藤です。五ノ井さんの件に始まって特別防衛監察、それから有識者会議の提言というのは昨年8月に、なされたわけです。で、その途中っていうかね、もうその最中からそうでしたけれども、自衛隊員や家族 の生の声、ひどい実態が反映されるものになっていないし、まるで、これによって全隊員に呼びかけるという形で防衛大臣自らそう言って特別防衛監察も始まったわけですけれども、 0.6% の申告があっただけですね。約24万人のうちの1400人ですから、そんな少ないわけはないわけですし、そもそも監察に調査権限も措置権限もありませんし、ブーメランのように結局自分のところに戻ってきて、一層お前チクったなとかね、上司などにいじめられる、その中で私どもはやっぱり本当のことをやっぱりまずきちっとね、明らかにすること、自衛隊に対してももちろんそうですけども、
やっぱ世間が、国民がそれをちゃんと可視化するっていうことのバックボーンなしにですね、これはもういささかも変わっていかないだろうと思って、去年の11月1日からアンケートを取らせていただきました、まあ、自衛隊員や、まあ、自衛隊員の家族、あるいは友人、知人、あるいはそれに関わる方々も含めて、ぜひ、まあ、協力をお願いしますと、こういうことで、まあ、やったわけです。で、それについては後で武井先生の方から、速報ということですけれども報告がされます。で、1月12日、先週の金曜日からそれに基づいて、チャレンジ署名と一般に言ってますけれども、この自衛隊の根絶ですね、ハラスメントを根絶してくださいという、この署名運動ですね、これを始めました。で、私の方としてはですね、その提言、このアンケートなどを受けてですね、その提言というところを、まあ、説明をちょっと したいと思うんです。そして、その先どういう展望でこの取り組みを考えているかということを、お話しさせていただければと思います。で、提言 の冒頭のところで書いていただいて書いてるんですが、今回の能登半島地震でも再び明らかになったように、自衛隊は国防そして災害救助を担う非常に重要な組織である。で、国家公務員の約半数が自衛隊員などの防衛省職員であり、そのような人たちがハラスメントにあった後きちっと対処されず、逆に減給処分、嫌がらせを受け、鬱になったり退職したり、まあ、自身に追い込まれたりということがあって、そういうことがあってはならないということで、撲滅を目指し以下を提案しますということで4つ挙げました。1つは、相談から調査、措置までの解決手続きを明確にして、隊員に周知することということです。自衛隊には不法または不当な取り扱いの是正、その他苦情の救済を申し立てる申し立て制度があって、調査委員会を設置する、これは2人とか3人、4人、5人というふうに複数で設置をし、原則60日以内の調査と調査完了から30日以内の処理、処理結果と理由の通知などが出る。それ、この文面だけ見るとね、まともな制度として書かれているんですが、これは自衛隊の中では全く周知されていません。こんなことやられたらもう自衛隊も組織だからもう動けなくなるということなわけです。で、ただ我々はですね、まあ、なぜこうなっているかというと、まあ、自衛隊というのは、まあ、憲法9条2項に反する違憲の軍隊ではないかという関係と、その自衛隊の出自に関わってですね、一般の公務員などと同じように、まあ、公務員の場合勤務条件、法定主義ということで法律できちっと定めなければいけないんですけども、そこをわざとすっぽり外してあって、人事院のような人事規則、あるいはそれに基づく、まあ、人事院という組織のように、不当な処分あるいはなどについてですね、人事などについて異議申し立てをきちっと法の手続きとして行うというものが自衛隊にはありません。それから行政福祉査法とかという法律があってね、行政処分に対して、まあ、自衛隊員、公務員も含めて国民は異議申し立て等の手続きをすることができて、これも詳細な手続きが定められているんですが、これも自衛隊員には適用されないという立て付けになっていて、例えば人事に対する異議申し立てなども防衛人事審議会でしたっけね、特殊な制度があるだけで、きちっとした権限のある調査や措置ができるという仕組みは、まあ、実はないわけです。まあ、でもそれに代わる形で、この通達によって作られたのがこの苦情処理の申し立て制度なんですが、これをとにかく、まあ、現実に今あるものとして、これを周知、自衛隊員やその家族に周知をして、そしてきちっと異議申し立てをすると、こういうふうに働かせるということが重要で、今私も自衛官の人権弁護団としても、この点をですね、さまざまな事件で注目してやっています。2つ目には、相談調査等について第三者機関を設け、隊員に周知すること、まあ、これ先ほど来
の報告集会などがありますように、とにかく上司がハラスメントの当事者、加害者でありますし、人事の問題、それから職場環境の改善の問題についても全部その組織の中で、そしてその上官というのが唯一絶対の存在なんですね。そして普通の組織と違って、そこが命令権者、つまり絶対的な命令服従というのは軍隊ですから、それに対してそれに違反した場合の懲戒権もその同じ司令官が持っているわけですから、もうそれはもう摂政与奪じゃないですけれども、その隊員のですね、処遇について全権を握っていると言っているような状態にあるわけです。で、実はその苦情処理申し立てというのも、よく読んでいくとですね、誰に申し立てるかあったら自分の組織の上官に申し立てるというふうになっているわけですよ。そしたらですね、そんなことできるわけないわけですよね。1階の伝わる、申し訳ないですけども、1隊員がですね、それはできるわけない。そうすると、そことは違う第三者機関を設けて、そこがきちっと調査をし、必要な措置、それから組織に対する、指示を、ね、出せるようにしなければならない。これが2つ目です。3つ目はですね、隊員の精神疾患や自死、それから退職妨害、それからもちろんハラスメント、これはまあ非常に多いわけですけれども、この関係ですよね。特にメンタルやられたり、それから自死したりとかね、そういうものとハラスメントっていうのはもう深く一体で、私ども自衛官の人権弁護団やってる、今回のアンケートの結果もそうです。もうそれと一体、つまり複合的なんですね。病院でいうと全身症状っていうやつがありましてですね、どこが悪いってだけじゃなくて、もう体力も落ちてるし、ね、メンタルもやられてるし、どっかこっかね、物理的なね、そういう障害もあるというような状態と言っていいと思うんですね。で、それらをきちっと調査をすべきだ。特に若い方がセクハラや、特にセクハラハラスメントの被害者になっていて、自死とかね、そしてもうメンタルでもう全然もう働けない状態になると、これ国家としてもとんでもない重大な損失ですし、若い人がこういう状態になるということは、一般の企業だとか学校だとか、そういうところでもし1件でも2件でもこんなことがあったらですね、これは大変な問題ですよね。ところが自衛隊はどこの部隊でも年に1人や2人自殺者が出てるんだとかつって、そういうの普通になってるわけですよね。だからそれはやっぱりきちっと一つ一つですね、調査を行うということが大事です。それから、4つ目ですけどね、これらについて弁護士が代理人について部隊と交渉するということを自衛隊は認めていないんです。これは弁護士自身もあんまり知らないというかね、知られてしまう、自衛隊でやることのある弁護士があまりいないというのもありますけれども、一般の自衛隊員、一般の隊員、隊員がですね、国自衛隊という国を相手にしてですね、その自分のハラスメントや何かについてどうやって事実を調査するのか、証拠を収集するのか、自分の言うことが言ってる主張が立つことなのかどうか、それをその自衛隊という中でどういう手続きで正しく進めることができるのか、こういったことはですね、弁護士に相談しなければわからない。その弁護士もですね、弁護士であれば誰もが分かってるわけでは実はないんですけれども、しかし弁護士を代理人にする権利というものを自衛隊員がに認めて、そして弁護士を代弁者としてですね、被害者救済を進めるということを進めないと、埋もらされてしまうということになると思います。そういった点もですね、実は今回のアンケートで出て現れてきています。つまりいろいろ相談までしたっていう人は 70% でしたっけね、いろいろ相談まで、つまりアンケートに答える前にね、相談してる人が結構多いっていうのが分かりましたけれども、具体的にそれがですね、改善する、自分の権利をね、実現する、そういうことに結びつかないところというね、そういう問題があるというふうに思っています。ちょっと結論を先取りするような形で申し訳ないんですが、私今回のアンケートの結果を見て、
まあ、署名でこういう提言をしてやっております。で今後ですけれども、アンケートの結果をちょっと私もまだ全部を見て分析することはできていません。それからアンケートの結果だけではなくて、私も自衛官の人権弁護団が、まあ、去年1年間だけでも149件の相談を受けていて、圧倒的に多いのはやっぱ退職したってもさせられない、してもらえないということと、あと休職等にまで追い込まれた重篤なメンタル障害ですね、これは非常に、まあ、多いです。でそういったような事例もですね、分析整理をして、特別防衛監察や有識者提言ではね、とても今のこの問題を正しく捉えていないし解決できないということでもね、分析結果と方向性をね、具体的な方向性をペーパーにして、もちろんネットやねマスコミの皆さんの報道も含めてですね、公表して、防衛大臣やあるいは国会各政党などにですね提言をしていくということを、まあ、これからやっていきたいというふうに思っています。まあ、そういうことでですね、ぜひ引き続きこの取り組みへのご理解とご協力をお願いしたいと思います。今もうまとめていただいたんですけどとりあえずせっかく今日いらしていただいた方にできるだけこう生のデータっていうのをご覧に入れたいっていうふうに思いますので、ちょっとせっかくなんでこのまとめをご覧に、入れたいと思います。で皆さんはですね、配布させていただいた資料の中のですね、このアンケートの暫定まとめっていうのをですね10ページぐらいになるんですが、見ていただければというふうに思います。でこのウェブアンケートは2つから構成されていて、まずは被害を受けた当事者の方に聞いています。それが、1つ、もう1つは被害を受け家族や知人、被害を受けた方の家族や知人に聞いています。ということでアンケートが2本立てになっています。で、1つ目のアンケートは自分が実際、自衛隊で被害に遭ったっていう方ですけど、もう1つのものは自分は自衛隊員で近くにいる同僚がひどい目に遭っているのを見ていたとか、あるいは彼が自衛隊員でひどい目に遭っているとか、あるいは自分のお子さんが元自衛隊員だけどひどい目に遭ったとか、そういった方がいらっしゃって、ちょっと2つのアンケートのちょっとこう何て言うんですかね、同じようなこと聞いてるんですけど少し質が違います。特に2番目のアンケートはですね、まさに今も現役の自衛官で目の前にいる人を見ているという人と、あるいは家族や自衛隊の家族や恋人というか知人みたいな感じで、あまりその内部のことがね、もちろん分かっている方もいらっしゃると思うんですけど、かなりですねこの2番目のアンケートについては少しばらつきがあるので、1番目のアンケートと2番目のアンケートをガッチャンコ、するよりもですね、数値の分析としては1番目のアンケートと2番目のアンケートを分けて、それで提言の部分なんかについてその2番目のアンケートのご意見を入れていこうということで、一応すいません暫定2週間しか経ってないので暫定ではそのように整理させていただいています。ということで今日その中で皆さんにはその1番目のですね自衛官に対するアンケートの結果をご覧に入れ特にですね見ていただきたいというふうに思っています。まずですね最初属性なんですけど、これ見ていただくとですね現役自衛官もものすごく多いです。 65.5% ということで、はい、74名の方がですね自分はまだ現役でアンケートでございますよというふうに言ってくださっています。そして元自の方が28名、 24.8% ということで、このですね自衛官と元自衛官で9割を占めるということになっています。でそれ以外は防衛省事務官技官などが10名ほど、あと防衛大学国の学生か教官、ちょっとどちらかわからないんですけども、その方が1名いらっしゃるということになります。で性別についてなんですけれども、ですね、女性、男性比では男性が90名なので 81.1%、 女性が20名で 18% です。で女性は
そもそも自衛官とっても少なくて、今も割合比だと 8.7% しかいないんですね。で、倍の人が回答してくださったということになります。これですね、すいません、まずはじめに回答数ですね。回答数が、113件のうち有効回答が110件で、有効回答と回答者数何が違うんですかっていうことについては、3件だけはですね、全ての項目がブランクだったものが3つあったので、何かの押し間違いで送信しちゃったのかなっていう、全然そのアンケートの内容が全く書いてないので、その3つを省いている。だからつまりですね、母数は110名ということになるんですけど、まあ、この110名の方は、まあ、比較的その隊員の一般の比率よりも、まあ、女性の方がこういったものに関心を持って回答してくださったのかなというような方ことで、言えると思います。で、あと被害当時の年齢ということなんですけども、これを見るとですね、10代3名、20代28名、30代29名、40代33名、50代14名ということで、このですね、深緑が40代で、この、紫みたいなのが50代なんですね。で、皆さんもですね、さまざまなハラスメントアンケートなんかに接したことあると思うんですけど、こんなにその40代50代が被害者だっていうことが多いアンケート結果ってあんまりないと思うんです。で、それについては、まあ雅人先生の最近の傾向から、結構上の人がハラスメントとかの被害に遭ってるなっていうのも一つありますし、もう一つはやはりですね、まあかなり上の方になって、いろんなことも経験して、いろんな問題意識を持っている中で、まあ、ネットなんかを検索してこのアンケートを見つけて、まあ、このアンケートなら信頼できるっていうふうに声を寄せてくれた方が多いのかなっていうことでした。で、実際有識、ごめんなさい、防衛観察のアンケートなんかでは、被害申告はかなり市の方、むしろ一番若い20代の方が多いみたいなので、まあ、ちょっとそのあたりは少し、まあ、その辺もうちょっときちっといろんな分析調査をしたらいいんですけど、ちょっとまだしきれてないんですが、まあ、そんなような、管理傾向があります。で、あと被害の発生場所なんですけども、これ見ると、わー、陸上自衛隊すごく多いな、陸上自衛隊危ないと思われるかもしれませんけれども、陸上自衛隊が55名、海上自衛隊の方が22名、航空自衛隊の方が26名なんです。で、割合としては、これを3つのですね、部隊を 100% として換算すると、まあ、陸上の方が 54%、海上の方が 21%、空中の方が 25% ということになるんですが、実際の隊員の割合っていうのは、実は陸地が圧倒的に多くて 64% で、海事も、空事も同じ 18% なんです。そういうふうに考えると、まあ、あくまでこの110名ということでの話ですけども、まあ、陸地の方が比較的割合的には隊員の割合としてはちょっと少なめで、空事の方が割合的には多め、隊員数は 18% しかいないんですけど、これ見ると 25% あるんでということです。あと防衛大学校3名、防衛省3名ということになります。で、あとハラスメントの種別については、このウェブアンケートにでもですね、やっぱり五ノ井さんの件があって、ハラスメントイコールセクハラと思われるけれども、実はパワハラはとっても多いんですというふうに答えた方も多いんですが、実際に本当にパワハラが 81%、 セクハラが 9%、 またハラが 2%、 なんだかよくわからないということが 8% で、なんだかよくわからないという方は業務がすごい過重ですごい働かされてるんですけど、これが嫌がらせなのかそうじゃないのかよくわからないというような、なんだろうなみたいなのとか、あとはまあちょっと不正とかを告発した時にすごいやられて、それは何なんでしょうかねみたいな、まあそういうような感じのことがありました。あと加害者の属性の方は、これ見ていただくと、こう圧倒的にですね、所属省とか上官が多いで、勤務場所の先輩同僚が多いっていうことなんですけど、あと営内生活者っていうんですかね、寮とかでご一緒している方ってことなんですかね、これね。あとは部下もなんか3人ぐらいいるんですね、これね。で、この1111って書いてあるのは、その他の自由記載で書いたので、私の方でこれをこうまとめた結果が、こういう今の皆さん見ていただいているものになります。あとは教育指導者も3名
ということがありました。あとこの加害対応ですね、どういうものなのかって聞くと、1対1のものが 43% で、複数人のものが 49.6%、 よくわからないっていうのが7割で、この複数が5割だっていうのが、まあ一般企業とかにはおそらくない傾向なんだろうな。おそらく一般企業ではそんな何人でしたかなんてアンケート多分取ってないと思うのであれですね。で、あとこの先ほどですね、佐藤弁護士の方が言ってましたけれども、このハラスメントを誰かどこかへ相談しましたかということについて言うと、この相談したっていう人が圧倒的なんです。 70.5% ですね。で、特別防衛監察の結論なんかによると、やっぱり窓口の周知徹底と、窓口をちゃんと伝えきれてないみたいな、そういうことが対策として書かれていたんですけど、私たちのこの結果からすると、結構みんなちゃんと相談してるですね。で相談、ここからさらに分析をしますと、相談してないっていうふうに回答したこの3割ぐらいの方で、相談しても、なんで相談しなかったんですかというふうに、ごめんなさい、ですね、ちょっとその前に戻っていただいてごめんなさい。ハラスメントの対応について少しあれですね、皆さんに書いてあるように、あれこれですね、無線でミスをした時怪我をするぐらい蹴りをされましたとか、大勢の隊員の前で厳しく叱責されましたとか、警備についている時上司に上司が突然襲ってきた、これはいわゆるレイプってことだと思うんですけど、その上司は他の同僚みんなにも同じことをしていると言っていた、しかも昇進を盾にしてきたり、言うことを聞かないと殴られたことにであるというようなこととか、まあ、育児休業ですに関することを申し出たらとか、あと必要以上の大声による指導や安的な態度、人格の否定、侮辱、物理的に不可能な業務の強要とか、あと一人では処理しきれない、ね、業務の仕事を常時命じられ、体調崩したって言ったら、むしろ仕事量増やされちゃったみたいな、こういったことです。で、ここについてはですね、非常に詳細なことを書いてくださる方も結構いらっしゃったんですけど、そういうですね、具体的なことを書いてしまうと、多分誰が申し出たか特定されちゃうと思うんですね。なので、ありそうなケースといったら何なんですけど、ここのところはちょっと、まだね、ご本人と連絡が取れて、まあ、あなたのこのケース、この程度を世の中に出してもいいですかというふうにご了解いただけて、いないので、なんていうんですかね、あまり特定できないような、ちょっと割とこう個別性、具体性に乏しいようなものだけをちょっと書かせていただいています。ということで、すいません、ちょっとそれを挟ませていただいて、ハラスメントを相談しなかった理由なんですけど、このですね、なんで相談しなかったんですかって、自衛隊にいてなんで相談しなかったんですかって聞くと、一番多いこの26人が回答してくださったものは、内部で相談すると加害者からの報復や組織から不利益に遭うんだもんというのが一番の26名ですね。次が相談しても何もしてもらえないと思ったからが22名ですね。あとはハラスメントの相談窓口や相談員を信用できないという12名。相談する先を知らなかったという回答は2名にとどまっています。だから先ほど その特別防衛監察とか有識者報告で窓口の周知徹底みたいなのは、ちょっと対策としてあんまりなんかもしかして的外れじゃないでしょうかということが言えると思います。で、相談しなかった理由について、なんか相談しても何もしてもらえないとか、ですね、報復や、組織から不利益に遭うっていうふうに思って相談をしないわけですけど、それってぼんやりそう思ってるんですかと。もしかして過去相談して不利益に遭ったり、あるいは周囲の人がそうやって嫌がらせにあったりしてるのを聞いたりしてるからそう思ってるんですかと。つまり、あなたのその相談しなかった理由の心配は根拠があるんですかというふうに聞いてるのが、この12っていうやつです。で、結局ですね、その結論として言うとですね、結局自分が相談しても何もしてもらえなかった経験があるのが9名、他の人が相談しても何もしてもらえなかったのを知ってるのが11名、自分が相談して嫌がらせや不利益になったのが11名、他の人が相談をして嫌がらせや不利益になったのを知ってるが12名。なので、なんとなくそう思った。なんか報復に合うんじゃないかなとか、何もしてもらえないんじゃないかなと思った人の中で、根拠がない。なんとなくそう思ったっていうのは3人だけでした。で、だから、あと、
いろいろ書いている中でもですね、組織のトップが加害者じゃ何もできないとか、声を上げた者の罰として激務や僻地への配置転換が横行しているというような、声を上げたくても上げられないというような、こういうことを聞かせてくださった方もいらっしゃいました。で、あと防衛隊、自衛隊の中で誰に相談しましたかっていうのについては、ここに挙げている通り、まあ、ハラスメントホットラインとか、あとハラスメントの許しとか、ハラスメント相談窓口、先輩や所属長、先輩同僚とか、あと特別防衛監察とか防衛監察といって挙げているもの、これ11111っていうのは自由記載なので、それをちょっと私の方で少しまとめたところ、防衛監察、特別防衛監察と言っている方も13名ほどいらっしゃいました。で、相談の対応は結局、あとこれはですね、自衛隊外に相談されては誰ですかというふうにも聞いてるんですけど、家族とか友人とか弁護士、ね、公的なハラスメント機関なんかもいらっしゃいました。あとですね、ちょっとこのグラフはほとんど見てもパッと分からないと思うんですけど、自衛隊内で相談した方が結局どうなりましたかって話なんですけど、ですね、相談をした方、質問項目で止めた回答72名、これちょっと80名ってここには書いてあるんですけど、ちょっと意味が取れなかったものもいくつかあって、それを除いた回答として見出せるものは、ここの質問では72ではないかと思うんですけど、この72名の中で相談だけで調査を求めなかったって方が7名いるんですね。なのでそれを外して65人が調査を求めました。その結果どうなりました、調査を求めるって入り口ですよね。で、出口どこに行き着いたのかってことで、処分をちゃんとしてもらえたというふうにおっしゃっている方は2人しかいないんです。なので調査をまとめた方のうち、ちゃんと相手が処分されたって方は 3% です。で、結局どうなったかは、調査は結局されませんでしたが22、調査されたけど解決されないが15、加害認定されたんだけど加害者への注意や処分がなされなかったのが8、調査されたけど結果と関係なく加害者とか、あなた自身が異動になったが4名で、調査と加害認定されて加害者の懲戒処分や注意がされた1名、これがおそらく理想的なあれですよね。プラス調査、それにプラス希望の自分が移動もできましたっていう方が1人、だからこの1名、この1名足す2名、この2名が一応解決されたという、処分ちゃんとされた、加害認定されてちゃんと処分もされたっていうことだと思うんですけど、で、それ以外はもうよくわからない、話聞いてくれただけになっちゃったっていうのが10名ですね。で、調査中って方が4人なんですけど、この4人の中ではですね、3年経ってもまだ調査中だという方もいらっしゃいました。この件もですね、原告当事者が先ほどの訴訟の件ですけど、行為から処分が6年後、調査開始から5年後ということです。で、結局ですね、処分件数が調査を求めたものの中で著しく少ないと。で、移動を合わせても6件。そうすると、ちゃんと処分されて処遇されるとか、それがちょっとあれでも、移動はできるというような、結局あれですよね、9割が全く何の解決も見ないということになってしまっていて、これが実は最大の問題なんじゃないかなというところです。で、あとこういうふうに結局言ってもなんかちゃんとしてもらえない、でも言ったら言ったで、じゃあマイナス、プラスにはならないけどマイナスがでかいっていうのも、相談を理由に不利益取り扱いを経験しましたかってことで、アンケートに答えていただくプラス自由記入でやっていただいて、これをちょっとまとめているんですけど、この不利益取り扱いがあったかどうかということについて回答してくださった方は76名です。で、わからないといった方が16、適切に対応されたためなかったって言ってる方が4名、直後に退職移動したためなかったっていう10名ですね。この30人は明らかに不利益取り扱いが、あるということではないので、この30人を除く46人全員がですね、こういうような形で、こんなことこんな目にあった
退職許容されたとか公認とかがあったとか不利益な配線感があったとか無視職場や上司から無視されたとかですね、まあ、そういったことを回答されて、います。で退職許容減給みたいな深刻なものもあったということです。ですね、声を上げた結果、これは当社の声なんですけど、セクハラ被害者とのレッテルを貼られてしまって、行く先々で面倒くさい人扱いされてしまって、今まで築き上げた信頼や成果が消えてしまったという深刻な、はい、お声もありました。で、これはですね、一般企業の令和2年 の厚労省委託調査なんですけど、これ一般企業なんですね。一般企業でもですね、不利益取り扱いゼロではありませんが、パワハラで 8.1%、セクハラで 15.4% ですので、それと比べるとですね、不利益取り扱いが6割、このアンケートベースでは6割ということなので、もう著しく不利益取り扱いが多いと。だからそこをいや直さない限り申告しようと。だって申告したってちゃんと処遇してもらえる人は 3%、 移動も含めて1割しかいないわけです。それなのにですよ、6割が不利益取り扱い合うって言ったら、誰も自衛隊の中でこれハラスメントだった申告しないですよね。そこはやっぱり結構一番問題なんじゃないかっていうことです。あと自衛隊内で相談してどういうことを感じましたかっていうことなんですけど、まあ、相談したことでさらに嫌な目にあったが36人、加害者の見方をしているようだった43人、組織の認識が甘い、ハラスメントに対する認識が甘いと思った59人、組織の都合でなかったことにされそうになった されそうになった50人、特にそのような被害者にも問題があると言われた31人で、加害が認められたが報告がなかった11人、特に何もないというふうに答えた方が3人しかいないというのは、この残るですね、これ3人で 4% ぐらいなので、残る 96% はですね、相談をしたことで嫌な目に遭っている、さらに嫌な思いしたとか、加害者の味方しちゃって何なのかとか、なんか全然ハラスメントに対する認識甘すぎるんじゃないかとか、報告相談なんかね、報告してもらえなかったとか、まあ、そういうような形になります。つまり相談して不利益取り扱いされるのが6割ぐらいいますし、それなかったとしても結局 96% ぐらいは相談すると嫌な目に遭うということです。でこれを前提、まあ、こういうことも あるということもありですね、今ですね、自衛隊はハラスメントを根絶するっていうふうにさまざまな努力をしています。マスコミとかでおそらく報道でご承知の通りだと思うんですけど、今月はですね、ハラスメント撲滅月間ということで、大臣がちゃんとメッセージを皆さんに配っています。なのでぜひ報道の方には突っ込んでいただきたいんですけど、このですね、回答いただいた、被害者の方ご自身が被害者の110件、まあ、見ていただいたように相当部分が現役 の自衛隊なわけですけれども、今のこのハラスメントに根絶するさまざまな取り組みについて有効だと思うのかという質問については思わないと答えた方が 89.2%、 ほぼ9割ということになります。でなんでこの方々ね、今一生懸命国がやってるのにそういうふうに思わないのか、現場レベルではどんな温度感なのかっていうと、まあ、現場の幹部は全くハラスメント撲滅なんて考えてませんと、自分が管理職にいる間に過去のことも含め問題発覚しないかだけしか考えてないですとか、加害者が自分たちには関係ないよねっていうスタンスで周囲と喋ってるのを聞いたとか、ハラスメントした人たちが昇進してて対策はポーズだけとか、あと罪状の内容に関わらず必ず階級が上の隊員が守られるようになってるから、悪質な目での隠蔽体質であるから、私が行った基地ではレイプした隊員が居残り被害に遭った女性がそのまま放置されていたとか、まあ、そういった声がいっぱいあります。であと、まあ、その理由として多くの回答が示しているのは、指導的立場にある高官がハラスメントがある職場環境で過ごしてきたというハラスメントを肯定する文化、そしてハラスメントの声を上げても黙殺されてきた、声を上げたことにより不適切に人事評価を下げられ、給与は昇進面でも承認面でも不利益を受けています。被害者の評価が下げられ加害者が評価される。で、ハラスメント被害を訴えたりしない従順の者に飴を与え、ハラスメント被害を訴える異端者には陰険な無知を与えるという現状という、声を上げた者を罰する文化の存在ということでまとめてみました。ただこれについては当事者の方は
国の税金に育てたパイロット自ら退職を決心させる構造は国防にとって大きな損失なのではないかとか、他の公務員よりも自殺や精神疾患が多かったり入隊する若者がどんどん減少している原因が何なのかについて上層部は誰も真面目に考えてないと思うというような声がありました。で、結局ですね、さっきのですね、現役自衛官、セクハラの国賠訴訟でもそうなんですけど、結局原告の方が処分されるというようなことがあり、さっき佐藤弁護士の方から提案ありましたけれども、本当にその処分とかも含めて弁護士が代理につくというようなことも、まあ、一つですね、ここの処罰おかしな意趣返しというかがしにくくなるのではないかということがあります。で、ですね、このハラスメント、じゃあ皆さんはハラスメント今の対策についてダメだと思ってるわけですよねと、ほとんどの人が、と。じゃあハラスメントの根絶にはどんなことが必要なんですかということについてはですね、ものすごいいっぱいわーって書いていただきました。そしてこれについてはおそらくこういう意見がありましたと言ってもですね、ほとんど個人が特定されることがないので皆さんにもいろいろと紹介をしたいと思うんですけど、ただものすごいいっぱいあるので、多分類型化して整理しないと多分ね、なかなかはっていう感じにはなんかね、なかなかスッと入ってこないので、一応ちょっと私の方では厚労省の皆さん措置義務って、会社に勤めてる方とかいっぱいね、今わー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 ね、やっている厚労省のやつで4つやらなきゃいけないことと言われていて、まず1つ目はトップの方針の明確化と周知と啓発で、2つ目は適切な相談対応のための体制整備、3つ目が発生後の迅速かつ適切な措置で、4つ後で事後の必要な措置ということの4つが柱で挙げられていて、一応ちょっとそれに沿ってちょっと整理をして、見たので、ちょっとそこをご説明させていただきたいと思います。まずですね、トップの方針の明確化と周知と啓発ということについては主に2つあると思っていて、組織風土の問題と捉えての抜本的な改革ということと、教育の抜本的な見直し、多分この2つなんだろうなと。で、ですね、それについて、まあ、この辺に意見がいろいろあって、まずハラスメントを根絶する決意をちゃんとトップが発信、まあ、それは一応防衛大臣やってるんですけど、大事なのはポーズではない本気のハラスメント取り組みですよね。で、それって何なのかっていうと、ハラスメント加害者とか隠蔽者をトップにしないっていうことを、あるいは昇進させないってことだと思うんですね。で、それについてご意見としては、司令が隠蔽に加担しており話にならない、誰にも相談できず自死した隊員を何人も見てきたとか、ハラスメント防止担当業務を担っていた幹部からハラスメントをされたとか、そういうことと、あとはやっぱり人権とか市民社会の常識についての啓発が必要かなと思っていて、ハラスメント申告っていうのは権利ですから、ただそれをですね、ハラスメントを申告したら権利乱用だというふうに組織から言われたという声がありました。あとは性を含む差別意識をなくすということで、やっぱり性やマイノリティに対する偏見が根強くて、まあ、特にそういったものがセクハラとかには出てくるのかなということと、あと教育という意味では、先ほども言ってたような、つまりハラスメントを根絶するようなところで生き残ってきた人たちが偉くなっているというようなことで、特に召喚や一作クラスの幹部が問題であるというふうに声が多数で、特にその選抜ですね、形だけの試験でなれるとか、まあ、防衛大学の成績によってなれるとか、まあ、そういったものをちょっと変えていかないとダメなのかじゃないかと。で、そこについて、あとね、教育の抜本的な見直しが特に必要なのは防衛大学だと。で、異常な社会構造で歪な精神構造を持った自衛隊幹部が大量育成されているので廃校にすべきだと。あと、その内容それ自体もですね、強制力を発揮して部下に教育できるものが優秀な幹部だって誤った教育はやめなければならないというようなご意見がありました。あと、適切な相談対応のための体制整備ということでは、多分柱としては、ですね、2つぐらいあって、相談と対応手続きルールの確立、法制化、公表、徹底ということ。で、2つ目が相談担当者、調査担当者の適切な配置および質の向上で、3つ目が処分権者の見直しっていうことなのかなと思うんですけど、で、まず1番目のですね、相談対応手続きのルールの確立とか法制化っていうのについては、すごい大事なところで、で、これについてはですね、結構抜本的にあれこれいっぱいいろんなことをやらないといけないんだろうなと思っていて、なので署名について、この署名でですね、提案として挙げさせていただいたのは、
先ほどの佐藤弁護士の方からご紹介させていただいた通り、苦情申し立て制度をとりあえずそれをですね横展開するような、まあ苦情申し立てだと結構何日以内とかなり規範がちゃんとしているので、とりあえずそれを使ってハラスメントを広くやろうかっていうのを、まあ、差し当たり急いでですね、本当に日々助けてほしいっていうすごい声が上がっているので、それを、まあ、それはいいんじゃないかなっていうところです。まあ、あとですね、その後のやっぱり取り扱いがものすごく多いので、それに基づくとやっぱり被害申告と改善要求が、まあ、権利なんだと、被害者のでそれを体現できるようなルールを作るということが必要で、あともうやっぱりご提案いただいているのも調査と相談の分離ということで、これは本当に必要なことで、それは角田先生ですね、弁護士もこの前皆さんにお話しさせていただいたと思うんです、これすごく重要な点だと思います。あと通達で何日内にこうだとか書いてあるんですけど、徹底されてないし具体的な定めとなってないし、何日以内に処分とか決定して相談者に通知するなど具体的にルール化して徹底すべきだということなんですが、それはまあさっきの苦情申し立て制度を使っていくと、まず規範があるのでいいのかなっていうのと、あと相談や、まあ、長官も含みますけど、手続き対応のフローというのをちゃんと確立すると。で窓口はねとにかくいっぱいあるんです。でこの現役自衛官ハラスメント訴訟でも窓口13箇所に相談をして、もう結局どこに相談しても処分権者のとこ戻ってくるので、この人がやる気がないとどこに行っても結局みんなそこに戻っちゃうので、その窓口ばかりならないし、窓口のその後は本当にしているご意見の通りです。であとこれらルールやフローの公表と徹底っていうのも結局ですね、書いていただいた方としては、まあ、被害に遭う入隊して間もない若い隊員がそういうね召喚とか上の人しかそういった内部のいろいろ規範にアクセスできないらしいので、そういった情報にアクセスできないとか、あとやっぱり相談者にですね、今あなたはここでこういうふうに調査でこういうふうになってる、こうでああでっていうふうな伝えることもできると。あとはまあそれがないから調査が遅すぎて被害者がやられ損、加害者がやったもん勝ちとか、ハラスメントの対応ルールをどうなんかやってる人が理解してないとっていうのがありました。であとはその実際にですね、ちゃんとルールが守られてルール通りちゃんとなされてるのかについては、モニタリングですね、第三者機関とかでちゃんとモニタリングしないと、結局出てもちゃんとできてもその通りやられてないということが放置されてしまうというご意見がありました。あと相談担当者調査担当者の適切な配置と質の向上ということなんですが、相談担当者は、まあ、ハラスメント窓口ハラスメント相談員もそうなんですけど、被害者に寄り添うってことが全然できてない、まあこれはもうこの現役自衛官のハラスメント訴訟でも本当にそうなんですけども、そのための訓練、傾聴ですとかですね、あとは調査担当する人は、まあ、対応の訓練、調査能力の向上が必要で、まあ、調査ができない、判断ができないから結局放置しておいてずっと問題が複雑化するということがやっぱり多いですね。で申告者に対してですね、これちょっと自分よく分かんないから特別防衛観察で聞いて教えてもらえないかとか言っている例があったそうです。あとは、まあ、前線で活躍できなかったり問題抱えている隊員をそういうですねハラスメントの判断をする管理観察に配置しているという問題がありました。あとは相談担当者、調査担当者に、両方に共通する問題なんですけど、組織が圧力をかける、それを潰すっていうのを、それをどうやって排除するか、あとはその守秘義務っていうのもちゃんと徹底しないとダメだとか、実際具体的には相談データを共有フォルダに置いて相談相手の部隊に勝手に送っちゃったケースとか、あとはカウンセラーですね、まあ心理の多分議官みたいな方がいらっしゃるんだと思うんですけど、そういう方にまあ守秘義務というかですね、これ内緒にしてほしいと言ったらすごい広がっちゃったみたいな、そういう声が複数ありました。あと調査にですね、やっぱりすごくご意見が多かったのは、外部を含む専門家の知識と技術が必要だというふうに言っていて、これすごい切実な声だと思うんですけど、着任早々の上司がですね、調査をゼロからスタートして業務自体に支障が出たり、上司がもうストレス抱えちゃったりして不眠になっちゃうみたいな感じで、これだと調査者も調査依頼者ともにもう負担が大きいという、まあこれはなかなか切実だなと。あとじゃあ提携弁護士に、よく弁護士をって言うんですけど、実際窓口で弁護士を紹介するような窓口もあるみたいなんですけど、実際ですね、そこの弁護士の対応について、まあ、結局弁護士に相談したけど何も動かなかったみたいな
あの不満が2件ありましたので、ただやみくもにですね、窓口に弁護士を置けばいいという問題ではないのかなというところです。あとやっぱり第三者機関の取り扱いを望む声がものすごく多くて、防衛省以外のところに相談や通報ができるようにしないと結局解決できないというふうに、あの多くの方がおっしゃっていました。あとは処分権者ですね、 部隊長ですね、処分の権限がある人は処分しないから防衛監察に行ってんだけど、防衛監察はその部隊長にじゃあ分かりました言っときますよっていうだけなので何も意味がないということを言っていて、あとはまあ第三者機関による処分決定をしない限り処分されないというふうにおっしゃっている方もいました。あと発生後の迅速かつ適切な処置っていうのはもうハラスメント対応の、まあ、あの胃の一番というか基本なんですけど、そこがですねハラスメント判断と処分、まあ、ちょっとさっきのところにもあの絡むところですけれども、やっぱりこのですね、あのそれ以外の第三者機関が必要だと。あとやっぱりですね、どこに相談しても指揮官クラスが隠蔽するとどこも手が出せなくなっちゃうんです、うちの組織は、というような声がたくさんありました。やっぱり部外で処分ですね。ただし そうすると部内で告発者が処分されるので、それにも第三者機関が介入してほしいという声ですね。やっぱ警察に通報して警察が何とかしてほしいと。ちゃんと警察だと暴力事件とか猥褻事件になるでしょう。だけど自衛隊だとの中だとハラスメントで終わっちゃうんですということです。ただ自衛隊の中では警務隊っていうのがあるので、普通の警察は手出しできないとは思うんですが、まあ、そういったご意見でした。あとですね、被害者配慮の徹底っていうことはよく言われることなんですけど、あの被害、まあ、それがですね、これは全くできてない、ここが最大の問題なんだと思うんですけど、被害者の被害申し立てのための部署設立、その被害者を受けるというそれの部署を作ったらいいんじゃないかとか、まあね、つまり、まあ、現状は相談したら被害が増すだけみたいな声がとっても多くて、あとは被害者が声を上げると先輩から私ならそんなとこ行かなかったけどとか、上司から水に流さないなのかとか、周囲の白い目とか、まあ、とにかく二次被害三次被害がひどいので、まあ、第三者機関による被害者の身柄保護をしてほしいというような切実な声もありました。で、まあ、申告して嫌がらせを受けて結局メンタルダウンしちゃったっていうような被害者に対して、まあ、不適あるいはまあハラスメントセクハラでメンタルダウンしちゃった被害者に対して、すごいそういう人たちをさらに追い込むような不適切な例がいっぱい声として上がってました。で、あと加害者に対する適切な処分などの措置っていうことについては処分の厳罰化というご意見がありました。あと放置している管理者とか被害を申し出をもみ消した者とか周囲で見て見ぬふりをした隊員も処罰すべきと。じゃないと結局ハラスメントなんて、あの撲滅なんて絶対できませんと、この声はとっても多かったです。あとですね、ここはちょっと私も具体的なその制度までは全然わかんないんですけど、一定の承認の後で懲戒の履歴がリセットされる今の制度はやめろとか、あとハラスメントしたら二度と指揮官になれない、承認しないという制度にしてくれないと困るとか、人格的な問題を抱える幹部が少なくないけど淘汰されるシステムはなくて公認がないから同じ人があのハラスメントを繰り返すとか、あとハラスメントした隊員と隠蔽した幹部を懲戒解雇してほしいというようなことでした。あと再発防止措置っていうのについてはやっぱり徹底的に処罰して公表をですね、部隊内において周知することをしてほしいというふうに言ってました。最近ですね、時々あの新聞の報道なんかでも、やれ、ね、会場の誰々さんがあれ謝ってますとか、やれこんなんで謝罪しましたみたいな、外に向かって謝ったりはしてますけど、やっぱそれは部隊内において処罰をちゃんと公表してほしいというふうに書いてある方がいらっしゃいました。あとはやっぱりこの辺がですね、相談したら被害が増すだけだと、相談してはいけないということを声を大にして言いたい。二次被害、三次被害、見どころだと。これが多分最大の問題なんだろうなというところです。あと事後のですね、必要な措置っていうのは一般的には、まあ、プライバシー保護とか、まあ、相談による不利益取り扱いの禁止とか、まあ、そんなことをおそらくは言っているところなんですけれども、まあ、勝手にですね調査されてさらに変な噂が広がってしまったとか、まあこれはあれですね、相談した臨床心理の議官ですね、守秘義務があるから次の日には広まっちゃったとかですね。あと不利益取り扱いが本当に多いので、まあ、こういうですね、まあ、さっきの原告もそうなんですけど、勇気ある被害申告告発っていうのは基本的にはまあ公益にかなうもので、むしろプラス評価すべきだというふうに思うんですよね。で、相談者のですね、相談した方、申告した方が事後ちゃんと
評価されてるかなとか承認ちゃんとできてるかなって確認してて、まあ、それがですね遅れてるようであればむしろもう監督者の配慮不足として監督者の人事評価に反映させてもいいんじゃないかというふうになんかまあこれはすみませんちょっとやや私の意見ですけどもというふうに思うところです。でそれ以外ですね今回の防衛監察について対応してもらえなかったって声が本当に多くありました。なので提出された全案件ですね、まあ、1414件、まあ、うちやっぱり相談として対応されたのが1325件と言われてますけれども、それを全部でそれで、処分見送りが1066件あったんですけど、それを第三者機関に再検証してもらう必要があるんじゃないかっていう意見がありました。であとは相談担当者の質の向上は結構時間がかかるので、それまでの間ですね隊員への録音機器とかアメリカの警察がつけてたようなボディカメラですね、ドラレコみたいなやつですね、もう持たせると。でそれはなぜかというと証拠がなければ結局加害者の証言が第一で、それでハラスメントを、ね、なかったって判断されちゃうからっていうことですね。先ほどの原告の方もやっぱりその自分がなかなかね証拠をやっぱり作るのが、この件でもですね、結局録音とか録音機器とかの持ち込みっていうのが職務の中で禁止されてますので、結局身を守るような証拠を作ることができないっていうところの不平等を解消しないと、結局なんていうんですかね、言ったもん負けっていうことになってしまうということでした。あとハラスメントが原因で退職したっていうふうに書いて、これは結構退職された方も回答いただいて28名が元地なんですけど、でですね、その時に、まあ、退職の時にですね、退職の理由っていうのをハラスメントがありましたっていう書くと書き換えさせたり削除されたりっていうのが、まあ、そもそも結構ありますねっていうのと、あと最近はですね定員割れしていてとにかく辞められたら困るってこともあって、すごい具体的な退職妨害ですね、退職しようと、あ、転職しようと、転職妨害ですね、すごい具体的にここに入ろうと思ってるこことの転職活動はやめなさいみたいなことが結構そういうようなことを書いていらっしゃった方がいらっしゃいました。であとは自助採用は本当は果たすべきなのにっていう声もありましたけども、あと自助採用は皆無だと、だけどマスコミや政治家とか外部の声にはとても弱いですと、どうかよろしくお願いしますとか、内部からだけではなく外側からのアプローチが必要であると感じていますとか、まさにこの皆さんこういう取り組みですね、後輩を守れなかったにもかかわらず自分は自衛官を続けることができていることを申し訳なく思っていますということで、まあ、皆さんとのこういった連帯に感謝、こういったアンケートや皆さんとの連帯に感謝しているという声が結構多数寄せられました。で非当事者からの回答なんですけど、これちょっと先ほど申し上げたようにちょっとガッチャッコしてちょっとご説明が難しいので、ちょっとここの部分は皆さんで見ていただいてというふうに思うんですけども、この方々がですね、ちょっと少し違うのは当事者じゃないので結構ですね、こんな自死が実はあったんですよみたいな、かなり具体的にですねハラスメントの対応なんかもついても、まあ、それで自死したとか緊急搬送されたとか変わり果てた姿で帰宅したとか、まあ、そういうですね深刻な声を聞かせていただいたりもしていました。でこれですね、回答してくださった方の中でおそらく4割ぐらいが自衛隊の関係者なんだと思うんですね。自衛官などで会ったことがある、あるいは今もあるという方が 41.2% いらっしゃるんで、まあ、そういった方が書いているのかなと思うんですけど、まあ結局ですね、少なくとも自衛隊はハラスメントの問題に対して数年前から防衛大臣指示に真っ向から反抗する態度をとっているとか、あるいはさっき佐藤弁護士の方からも話ありました、佐藤弁護士が言ったのはアンガーマネジメントですけれども、レジリエンストレーニングなどの小手先の対策、ハラスメントを許さないというポーズだけを取っているということでですね、まさにダメなね、ハラスメント対応がダメなところあるあるみたいな感じで、はい、言ってました。はい。なので、あとですね、最後ですね、今回のようなアンケートや提言をしていただければ現役の自衛官にとって大変ありがたいと思っていますと、 SNS などの若者が活用する媒体もどんどん活用していただき、防衛省の問題について提言や拡散をしていただきたいと希望しますと
というふうに書いてあったので、まあちょっとですね、慣れないチェンジ.org さんの署名をやったりとか、もうできることは全部やろうかなというふうに思っています。これがですね、ちょっと暫定的なまとめで、まあクロス分析とか、あるいは特別防衛監察との数字との比較ですとか、そういったちょっと深い分析っていうのはまだまだちょっとこれからで、目標は1月末ぐらいですか、佐藤先生、1月末、厳しい、2月ですかね。まあちょっと、まあ、1月末から2月の頭ぐらいのどこかで、まあ、きちっと、これはすいません、2週間でパッとまとめた暫定まとめなんですけど、もう少しちゃんと分析をきちっとして、提言というような形でしっかりまとめたものを出していって、まあ、できるだけ偉い方に渡して、それで一回渡して終わりではなくて、できたら定期的にコミュニケーションを取って、何をやったんですか、やってないんですかみたいなこともできたらいいのではないかというふうに、まあ、考えているというような感じです。で、このですね、ハラスメント特別プロジェクトというのはですね、前回いらしていただいた方にいろんな意見をいただいて、じゃあこれやるか、あれやるかみたいな感じでやっていますので、ぜひ皆さんからもご意見をいただきたいと思います。で、これについて、ハラスメントの第一人者の角田先生がいらしてくださったので、好評というか、やっぱりこうねというかですね、ちょっと総括というかご意見をいただければと思います。はい、なんか突然難しい宿題がテーマが降ってきたんですけども、いや、今報告を、武井さんの報告を聞きながらですね、まあなんともとんでもない組織だなということをつくづく思ったんですね。で、今どうするかということなんですけれども、現象としてはいろんなことが指摘されているんですけど、なぜそういうことが起きるのかというところをちゃんと深掘りしてですね、分析しないと何が何件ですというようなことだけでは全然驚かないと思うので、これだけの数が出てきましたと言っても、なんかどこに根本的な原因があるかということを本当に真面目に考えないと、私は自衛隊からハラスメントをなくすということはとても難しいんだというふうに思ってるんですね。それで すごく、まあ、単純な話なんですけどね、自衛隊は憲法の枠内で初めて存在を許される組織なわけですよ。そうするとですね、あらゆる点を憲法に照らしてみて、このことがちゃんと満足されているのかどうかということをやってみなきゃいけないと思うんですね。で、自衛隊は軍隊だということは言えないはずです。憲法との関係では実態がどうであろうと、俺たちは軍隊だから何やってもいい、こういう世界ではないし、それは絶対に許せない話なんですね。だから憲法との関係で自衛隊はどういうふうにしなければ生き残れないのかということを徹底して詰めて考える必要が私はあると思うんですね。で、いくら、岸田さんだってですね、いやいや自衛隊は軍隊ですと絶対これ言えないですよね。思ってるかどうか別にして、実態はそうであるかどうか別にして、それは言えないので、憲法のちゃんと屋内で憲法の諸々の縛りを受けた組織として、あるには何をどうすればよいのかということを相当ですね、根本的に考える必要があると思うんですね。で、社会もですね、まあ軍隊だとはっきり言わないけど、でも自衛隊はまあちょっと他の官庁と違うよねということになってるでしょ。だから手続きも諸々なんていうか、人権侵害的な方向にね、手続きが、変形されてるわけじゃないですか。でもそれはやっぱりね、許されないと思うんです。自衛隊がなんで憲法違反って救助の話じゃなくてね、まあ、存在自体は問題なんですけど、例えば人権擁護について自衛隊だけね、緩い規定ってのはありえないと思うんです。
他の官庁に対すると同じようにしっかりそれは人権を守れということを言わなきゃいけないし、国民もそこのところで、いやいや、まあ、あれは特別の組織だからということはやっぱりいけないと私は思いますし、まあ、だから最終的には自衛隊どうするかという話になるんですけど、まあ、そのことを言ってもしょうがないんですけど、でもやっぱり憲法を守れということをきっちり、人権の点についてもね、憲法を守れということを九条の点だけじゃなくて、一人の国民をの人権を守るためにはどうしなければいけないかということを他の組織と同じように突き詰めて考えなきゃいけないというふうに私は思ってます。以上です。あまりのお粗末さに切れたら切れたというか、まあ、そうであろうと思ってたんですけど、まあここまでかなというふうに思ってびっくりしました。ありがとうございます。こんな感じなんですけど、あれですか、どうだか何かコメント、お質問タイムでいきますか。では、質問どうぞ。すいません、共同通信の木下ですけれども、ちょっとマイクを一つこっちからも、すいません、ね、共同通信の木下ですけれども、ちょっと数字の確認なんですけれども、暫定まとめの1ページ目の当事者から113件回答を得て、有効回答が110件というふうにありますが、その下の属性1から4というところ全部足すと113になると思うんですね。で、その下の男性と女性と無回答の打ち上げが足すと111になってしまうんですけど、ここはどこをどういうふうに内訳として取ればよろしいですか。すいません、ちょっとまたそれ追って回答させていただきます。110じゃないとおかしいはずですよね。110ないしは、このいわゆる男性女性というのが、うん、自衛官、はい、元自衛官だけの内訳ではないです。違います。そうです、大学校の人も含んで、そうです、そうです。なので、はい、多分2つ、多分無回答というか、はい、全く回答がないケースがさらに2個あるのかもしれないんですけど、はい、ちょっとここの精査をわかりました。これちょっとすみません、暫定なので、はい、そういう理解していただければ。わかりました。あと、今回の特別防衛監査で対応してもらえなかったというような表現がどこかに出てたと思うんですが、これは被害申告をしたけれども処分等がなかったという、そういう意味合いでよろしいんですかね。それも一人一人にどうなんですかって聞いているわけではないのですが、おそらくそういう意味であろうというふうに捉えました。ありがとうございます。で、途中でまあ、ハラスメントを肯定する文化であったりとか、まあ、その声を上げた方が悪いのだというような、まあ、風潮があるという、まとめが挟まれてたかと思うんですけれども、まあ、こうした内容を踏まえて、まあ、ズバリ一番喫緊でやらなくてはいけない向こう側の対応というかというのは何だというふうに、この、まあ、何でしょう、緊急性の高さとかですね、すぐできそうなこととかっていうところでいくと、どのような働き方が必要かなというふうに思いますか。もうとにかくあまりの沼というか、もう全然なんていうんですかね、全く私たちの普通の市民感覚とか人権感覚と違うところなので、どこから手をつけていいのかっていうところはあるんですけど、とりあえず苦情申し立て制度がちゃんと30日以内60日以内こうであれって言って結論出すっていうルールがあるので、まずはそれを使ってもらえたらどうかっていうことと、あとまあ皆さんの企業とか会社とかでも同じだと思うんですけど、そんなに簡単に組織は変わらないので、まあ、外の力を入れつつ、だから第三者機関ってすごく言ってますけど、そういうのをちょっとどういうふうにしていくか、このあたりは私たちもこのアンケートを踏まえて検討して、また1月末から2月ぐらいに言っていきたいなっていうところでいいですかね。わかりました、ありがとうございます。とにかく内部じゃダメなんだって声が多かったです。
すみません、フリーの西野菜と申します。何年かそのアンケートの中身についてご確認があります。1ページ目のですね、被害当事者用家族知人用という下の URL ですけど、これはフォーム自体を分けていたというふうに捉えてよろしいでしょうか。その通りです。はい、それとですね、その後、一番下の被害当事年齢というふうに書かれてますけど、これ回答者自体は、当事者と非当事者がいますけど、これはあくまでこの何による被害当事年齢ですか。これは被害者、被害を見てその被害者当事者をという問いかけだったんでしょうか。いえ、あ、これはあれですか、非当事者のものですか。あ、被害当事年齢というのは回答者何ページ目のものですか。1ページ目1ページ目はこれ当事者なので、1ページ目は自分の年齢ですよね。当事者って被害当事者本人なので。なるほど。1ページ目のものは自分の被害に遭った当時の年齢です。これは被害当事者に対して問いかけて追い立ててきた。そうです、そうです。ということは被害当事者の、あと被害あってない人はまあ別として、回答者の中で被害者である人が答える。いや違います、これもともとですね、はい、被害に遭った人が対象者なんです、被害当事者って。だから被害に遭った人が書いてくれているんです。なんてことは当事者っていうのは全員被害者だっていうふうに捉えられる。そうです、被害当事者です。はい、そうです。はい、ありました。はい、あと、まあ当たり前なのでちょっとあれなんですけど、まあ日本語的に問題ないと思うんですけど、一応念のため2ページ目の加害対応複数が5割っていうふうなことで書いてありますが、これはあくまで加害者が複数という。そうです、そうです。はい、ですね、あとは、一番最後、相談していない人が自衛隊に相談したかった理由っていう、これは複数回答ではないんでしょうか。単独回答一つだけしか選べなかったんですかね。この上には複数回答の複数回答で入ってますが、これは複数回答がどうかっていうのはちょっと分かるだけだと思います。相談 しなかった理由の根拠ですか。はい、相談をしなかった理由の感覚はちょっと待ってくださいね。これはですね、これは複数回答ですね。相談してない方って自衛隊内で相談しなかった理由ですよね。はい、これは複数回答、ここにも書いてあります。はい、はい、あとはですね、はい、15ページ目ですね、アンケートの5ページ目全体で14ページ目ですけれども、はい、このハラスメント根絶に何が必要かの内容なんですが、これは自由記述の形式になっていたものをこちら の先生方がカテゴリー分けをして入れている。自由記述という言い方でいいですか。その通りです。はい、これはどういう問いかけの自由記述だったでしょうか。ハラスメント根絶に何が必要かと問われますか、はい、みたいな、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、私からは以上です。はい、すいません。それとですね、先ほど の共同通信の方の、ものに回答します。ごめんなさい、本当にですね、いろんなことをやりすぎてて、ちょっとこれはこちらのミスがございまして、ですね、これ見ていただければと思うんですが、これですね、回答が116件なんですね。当事者の回答が116件、有効回答が113件です。非当事者は別に間違ってないと思います。なので合計で147件で、有効回答は143件です。なので、ちょっと先ほど、あれですよね、ちょっと、なんかすいませんって感じですかね。はい、よろしいでしょうか。116、113になって、共だって143になるのはいいんですけど、はい、男女内訳は。男女内訳は、これって全てのものについて、回答したくなければ回答しないでいいですよと言っています。だから、この116件の回答というふうに書いてあるんですけど、例えばこれでですね、このクエスチョン1を見ていただくとですね、アンケートを書いている方についてお聞かせくださいっていうことについて113人が答えているわけですよ。いいですか。で、2番目のですね、性別をお聞かせくださいっていうものについては111件の方が回答しているんですね。だから質問ごとに回答者数が違います。5件無回答です。はい、無回答ですらない人たちもいるっていう。そうです、そうです、そうです。はい、はい、わかりました。はい、無回答、何も書いてない人、無回答って選ぶところと、空欄にしてって無回答っていうことがあるっていうことです。ただここでその足りない分を無回答として補うと危険だっていうことですよね。そうです、そうです、そうです、そういうことですね。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ブランクですね。でこれはみんな一緒で、
被害当時の年齢は113件ですし、被害当時の年齢を回答してくれた人は112人ですし、あとそういう感じです。そういうふうに全部の質問ごとに回答数が違います。でこのハラスメント誰がどこかに相談しましたか112人ですしっていう感じ でもちろんその相談してないって回答された方はもともと母数が少ないので32件にしか回答してないっていうことですし、あと相談したって回答した人はだ誰ですかっていうことについては81件回答というふうになっています。はい、ここは多分足が分かれるところと思います。まあこんな感じですね。はい、どうぞ。116件で有効回答が113件。そうですそうです、訂正です、訂正させてください。はい、すいません。でついでに、あ、はい、すいません、佐藤先生にちょっと質問があるんですけど、佐藤先生、あれですよね、何時から出なきゃいけないですよね、6時半に出なきゃいけない、すいません、なんかそろそろでいい、じゃ佐藤先生もあれで7時ぐらいの便は欠航になってるっていう。はい、じゃあ佐藤先生に聞きたいことはまとめてぜひ今聞いてください。はい、アンカーマネジメントという言葉なんですけど、これが出てくると、で会場の中に、でその後にこのアンケートの中でのレジリエンストレーニングっていうのが出てきて、そうするとこのアンカーマネジメントも上司が怒りのあまりに怒ってしまうのを防ぐという意味じゃなくて、怒られても被害と思わない体制をつけるっていう意味なのじゃないかと思えてしまう。つまり被害者の側が耐える訓練をするとか、そういう文脈なのかしらというのが疑問が出てきてしまって、佐藤先生はこのアンガーマネジメントってどういう意味だとお読みになられたんでしょうか。あ、いや、今おっしゃられたように、ちょっと待ってください。今そのどこだったかな、要するにアンガーマネジメントの徹底というところで何言ってるかというと、ハラスメント防止にかかる教育に、そのアンガーマネジメント等の徹底というのと合わせてですね、ハラスメント防止にかかる教育に合わせ、犯行不服従に関する教育、つまり分かりますでしょ、ね、犯行不服従、これをいかに抑えるか、そういう趣旨で、ここはね、もちろん、上司の側の問題もあるのでしょうけども、これ並行して、犯行不服従を抑えさせるという教育が大事だと。でこれは実はですね、去年おととしになるのかな、1月に、このハラスメントのことが大問題になって懲戒処分の基準を重くしたんですね。その時にこうやってこういう何か道具を使って殴ったとかね、そしてその結果として自殺したとかね、もう見るのもおぞましいですね、一覧表があるんですけれども、でその後にですね、しかしそれがね、その上司が怒りに任せてやっちゃったような場合とか、それからまあ、いわゆるその被害者とされるものが不服従で態度が、平たく言えばね、態度が悪かったというようなことがあれば、大幅に懲戒処分は、ね、減刑すると、そういう規定、そういう基準になってるんです。で自衛隊員の方々はいろいろ類型化されたのはいいけど、最後にそれで上官っていうのは結局処分されないんだねというふうに自衛隊は受け止めているというものが、これ3年前に、去年、一昨年の1月ですかね、ハラスメント対策ということで防衛省がその処分を重くしましたということでマスコミにも発表しているものです。だから その脈絡だというふうに理解しています、私から。で、まあ、専門的にはむしろ角田先生や武井先生などがですね、このハラスメント、特にセクハラ問題等でですね、ここら辺は専門的にね深めていらっしゃるんだろうと思います。でも普通アンガーマネジメントってね、する方について言うよね。DV なんかでね、いや私アンガーマネジメントっていう対処法が正しいとあんまり思ってないんですけどね。でも誰についてアンガーマネジメントという訓練をするかというと、そんなに怒らないでね、カッカしないで
ちゃんと自分をね、平常に保つような、そういう自分の怒りをね、自分でコントロールできるようにしなさいっていう時にアンガーマネジメントというんであって、なんか機械にあったらね、あんまり上官に反抗しないようにね、あなたの被害を受けたということに対する怒りを抑えろっていうのは非常におかしいと私は思うんですけど、ちょっと自衛隊は世間と違う。なんかハラスメントの研修とか行ってやらせていただいて、どんなことやってますって聞いた時に、企業さんにアンガーマネジメントやってますって、あ、この会社ちょっと小手先でダメだなっていうか、結局あの部下に対するすごいドス黒い怒りや、女性に対するなんていうドス黒いもの、それが湧いてこないように、その差別とかをなくさないといけないんですけど、湧いてきた時もちょっとこういうふうに言いましょうよみたいな、だからいわゆる小手先なの で本当にあのやってる感を出す、なんか研修してますよみたいな感じで本質に迫らないもので、ここにもですね、やっぱりレジリエンストレーニングなどの小手先の 対策って書いてあるので、まあ100歩譲っても小手先だろうし、もしかしたら本当にそんななんか被害者頑張ろうねっていうか、そういうおぞましいものかもしれないということかなと思います。他にご質問ある方いらっしゃいますか。先生どうぞ。あのいろいろ聞いてて思ったんですけど、こういうこと言っても多分あの自衛隊のその幹部の方には全く響かないとは思うんですが、あのその自衛隊って、まあ 軍隊じゃないかもしれないけど、軍隊的な組織なんでね、その作戦行動とかそういう時にはその上位形にならざるを得ないっていう面は、まあ、その憲法上どうかっていう話は別にしてあるんだと思うんですよね。でそれはそのなんでそれが正当化されるかっていうと、その自衛隊っていうものは存在するのは、例えば国防であればね、その国を守るって、まあ、それもまあ議論の余地があるけども、あのその時にあの上官の命令に対して、いや私はそういう作戦は良くないと思いますって、あの下士官が言ってたら作戦できないわけですよね。だからその自衛隊機能が果たせないわけですよね。だからそのそういう時は上位形にならざるを得ないっていうのは、まあ議論の余地あるにしても、容認するにしてもね、その例えばその原告の方がね、そのセクハラされて、それあの上官のセクハラだから我慢するとか、そういうことはその自衛隊の機能と全く何の関係もない。そうすることによって自衛隊がその作戦行動がうまくいくとか、そういうことは全然ないわけですよね。だからあのそこをちゃんと切り分けなきゃいけないと思うんですね。その作戦行動のために必要な上位形と、そうじゃないその自衛隊の機能にプラスになるような上位形と、そうじゃないものっていうのをちゃんと切り分けて、あのだからその今回の訴訟のようなケースっていうのは、そういうあの上司があの部下に対して行うことによって、自衛隊にとって何のプラス、むしろその彼女がまともに仕事できなくなって、あの自衛隊にマイナスになっているわけですよね。だからそういうことをちゃんとあの切り分けないと、だからそういうことがちゃんとできないっていうことが、その自衛隊の問題なんじゃないかと思うんですが、あのそこのところをちょっと論点として少し考えた方がいいのかなっていうふうに思いました。以上です。あのそれに関連してね、あの思うんですけど、要するに自衛隊っていうのは、その出自の時のね、できた時にほとんど旧軍の人がなだれ込んだっていう、この歴史があるわけじゃないですか。で単なる歴史的事実じゃなくって、今日までそのことを聞いてるわけなんです。だから例えばね、数日前にあの、報道されてたんですけど、陸自かなんかの幹部の人たちがね、公用車で靖国にあの参拝したっていうのがあるでしょ。あれなんか、なんで靖国参拝公用車でできるのかっていうんだって、それは軍隊だったら当然だって、昔はそうだったと思うんですよ。その辺のところが、その出自の怪しさからですね、本当はあのきっちり切らなきゃいけないことを切らないでやってるもんだから、例えばですね、いじめ複数って、これも本当軍隊で思い出すでしょ、鉄拳制裁ですよ。でそういうことがきっちり切れていないから、こういう問題が起こるのであってというふうに私は思うんですね。だから自衛隊が本当に憲法の下で生き残れるにはどうするのかっていうのを真面目に考えなさいよと、私はこういう問題だと思うんです。自衛隊員だから、それ以外の公務員に比べて
人権のですね、許容度が低くていいなんて絶対ないわけです。自衛隊員だからね、こんなひどい目にあったって、それはお前はしょうがないんだ、自衛隊員だから、そのことありえないんですけども、それがありえないんだということを社会的に明確に批判しなければいけないと思う。なんとなくね、いや、あの人たちは違うんだからというふうにどっか思ってるとこあるんじゃないかと思うんです。そういう社会のいい加減な考え方がこういうことを横行させているんだというふうに私は思います。以上です。私も今先生のご指摘というのは、ドイツの軍隊のドイツ憲法、それからドイツの兵員法でどういうふうにそこは整理されているかというと、兵員法第6条で兵士は全ての他の市民と同等の権利を有する、つまり一般市民として同じ立場だということと、軍人という職業、この区別というものをまずきちっとね、憲法上法律上定めているんです。でその上で11条で兵士は上官に従わなければならない、これは全軍隊である以上共通なんです。ただそれ自体についても、ドイツでは2つのそうなんだけれどもということで2つの例外を決めています。一つはですね、ただし命令が人間の尊厳を犯し勤務目的のために与えられたものでない場合には、それに従わなくても不服従とはならない。それからもう一つ、命令はそれによって犯罪が行われるであろう場合には兵士は命令に従ってはならない。この最後はどういう意味かというと、上官の命令が違法だと思って違法な命令があったときに、後でってね、違法だと思ったけど上官の命令だったから軍人としては従わざるを得なかったという弁解を個人としては許さない、個人責任が問われるよということなんです。まあ、言い方が適切かどうかは分かりませんけど、民主主義国家におけるその個人の尊厳とその人権といいますかね、それを前提にした時の軍隊の基本的な考え方が僕はここにあると思うんです、ね、それに対して日本の自衛隊はどうなっているかということで、これ今回裁判ですでに証拠に出してますけども、軍規、軍隊の規律は軍規って言いますけれども、福間ハンドブック幹部隊引用という資料なんですけれども、ちょっと読みますと、日本の自衛隊ではね、今の点がどういうふうに幹部用に定められているというか、定義づけられているかというと、自衛隊はその規律の基礎を先頭に置く、先頭の目的は敵に勝ち味方を守ることにある、したがって規律は最も厳正であることを要し、非常危機の際にこそ役立つものでなければならぬ、厳正な規律によってのみ部隊はその行動において正しく早く強くことに臨んで確実に目的を達成することができる、規律は部隊の生命である。自衛隊の規律の特性で一番重要な点は規律の基礎が先頭にあるということである。先頭の規律から発して全ての平時の規律が作られていることが一般の社会の規律とは異なっている、こうして自覚に基づく積極的な服従の修正を育成する、これは自衛隊教育の隊員教育の幹部用の教科書です。ですからね、戦闘の規律が日常の規律、そしてそれが考えなくても黙って従うように修正になってなきゃいけないということになる。だから自衛隊の中でペットとか家畜の用語がよく使われるわけです。だ前もお話ししましたけどね、耐えられて逃げていく部隊、それを脱柵っていうんですよね、まるで牛やサム、隊員が、そしたらみんなで探すわけですよ。でもちろんその脱柵っていうのは、例えば戦場の現場なんかにおいては最も許されないことで、敵前逃亡です。米軍でも今ではそれは死刑なんですよ、もちろん旧日本軍もそれは死刑だったわけですけれども、そういうふうに言われている。だからそのルーツっていうかね、それは角先生言われたように、本当に戦前のね、旧軍の、しかも士官学校、旧
まあ、陸と海しかないですけども、その幹部学校を出た連中が戦後の自衛隊を作って、その連中が作ったのが防衛大学校なんですよ。その流れをずっと引いていて、で防衛大学校とは大学ではありませんから、日本の他の大学のように教養だとか憲法の授業という教育科目は一切ないわけです。でそうすると高校出てそういった基本教育が全くされない連中って言ったら悪いですけども、そういう人たちが防衛大学校に入って、そしてもう偉そうにですね、一般大学を出た幹部よりも防大を出たっていうのはもうはるかに偉いわけですよね。そういう立場で今 の自衛隊の隊、まあ、自衛隊の台風、隊の台風と言いますけど風ですね、台風を作っていると。まあ、ここはやっぱり根本的な問題だというふうに私などはね、そういうふうに理解しています。そういう意味で言えばね、防衛大学って憲法を必修科目にすべきなんですよ。それがなくてね、何の芯もないわけですよ。だから絶対に守らなければいけないのは憲法であると。そうするとね、憲法と戦闘ってのはどうやってね西洋させるかって、もう本当に根本的な難しい問題があるんだけど、それでもね、今の憲法のもとにあるっていうことを絶対外さないようにすると。だから防衛大学で憲法必修科目にして教えるし、それから公務員として自衛隊に入った時にちゃんと憲法を守ると宣誓しますよね。別に公務員自衛隊だけじゃないんだけど、そういう宣誓するんだから、私は自衛隊の中でですね、もう一回憲法の重要な点を教育し直すべきだと私は思ってるの。それがなんて本当にね、芯が通ってないわけ。そういう意味の芯が、戦闘っておかしいよね。戦争ってことですよ。で自衛隊は戦争しないはずのしないはずなわけで、だからすごくその最初の出発点からして矛盾してるんですよ。でその矛盾が例えばこのセクシャルハラスメントにどう対応するかというのが出てくるわけです。だけど私は絶対に憲法の元にしか存在しえない自衛隊という今の実力って認めたとしても、憲法の元でしか存在許されないんだから、憲法を守るっていうことをですね、きっちり叩き込んだ上で戦闘するならもうしょうがないというふうに私は思ってる。でもね、すごい矛盾って、今ねイスラエルとハマスやってるでしょ。今そしてイスラエルの首相が何言ってるかというと、ハマスを一人残らず撃滅すると言ってるわけじゃないですか。だから全員殺し尽くすということはやっぱりね、戦闘ということの目的なんですよ。そういうこととね、今の日本国憲法の人権を規定とか両立できるかというふうに私は疑問に思って、まあでもしょうがないんですけどねそんなこと言ってみて始まらないけど、でも現実的な問題として憲法教育を否定する自衛隊というのは私ありえないと思うの。だから自衛隊に、入った憲法の復習ということをきっちりやる必要があると思いますよ。だって今まあ高等学校までの教育って憲法なんかほとんど教えられてないでしょ、基本的なことを。それをやらせなきゃいけないと、やらなければいけないというふうに思っているんです。今の点に関してですね、これアンケートの中の声を抽出するときに実はすごく迷った意見がありまして、それはですね、こういうふうに書かれてたんです。憲法改正をして軍事法廷を作って、それで厳しく処罰するようにしないとハラスメント対策はできないっていう意見があって、でもこれって今の状況を考えても歴史を考えても、軍事法廷、つまりその今回ですね、今その前に現役自衛官ハラスメント訴訟をしてますけれども、本当にその裁判にできるので、皆さんこんななんですよと、自衛隊こんなこと言ってるんですよと、ハラスメント撲滅って言ってるのにって言って、ちゃんとこう原告さんも裁判所で私がされたことこうなんですって言って、市民の皆さんの前で言って、そうすると皆さん、こうなのっていう、その市民的な感覚で自衛隊の中の問題が、まあ国家賠償請求っていうね、国に対してですらですね、市民社会の論理で裁くことができる、それが自衛隊の問題を全て軍事法廷にするとしたら、こういった訴えは不適法になってしまうんですね。だから憲法改正をして、こういうのを軍事法廷で
ハラスメント問題を対処するってことは、この多くの人みんな何とかしてほしいって、おそらく全員何とかしてほしいって言って回答してくれたと思うんですけど、そういうですね、気持ちがある人ですら、本当にその憲法教育ですか、実はですね、こういう意見2つあったんですね。だから、ああ本当に憲法の基礎をご存じないんだなって、こんなマインドがあって、こんなちゃんとしたきちっと形式を持っている方、まあもちろん全員じゃない2名だったと思うんですけど、が憲法これって真逆ですよねと、むしろって思ってちょっとびっくりしてしまって、だから本当に今の園田先生のちゃんと憲法教育を必死にしてと、必修にしてっていうのは、なるほどなというふうに、まあ、実はちょっと書ききれない意見もいっぱいあって、ちょっとね、全部書ききれてなかったの、そういったですね、ちょっと書かなかった意見へってちょっと違和感を持ったっていうか、はい、どんな意見でももちろんいいんですけど、こうなったらこうなるって意見が正しくない意見はなかなかご紹介しづらい、もちろん憲法改正っていう意見もね、あってもあれかもしれない、いいのかもしれないんですけど、ということでご紹介させていただきました。例えばその自衛官の人権弁護団っていう、このまず保障がね、じゃあ他にそういう類のものがあるかっていうと、あんまりないわけです。いや、つまりそれは今言われてるようにね、それはやっぱりその人権が、その我々のその主人社会における人権と、自衛隊の中におけるありようというのの、このあまりのギャップのあるね、しかも量の問題という質的なぐらいの問題があるということの表明でもあるわけね、これまさにね。でそれは今、木野さんが言われるように、本当に市民の中における人権の感覚というものがほぼ同じ、あるいは可能な限り近いような自衛隊自衛官の人権となれば、本当は自衛官の人権という表現そのものはいらないわけですね。その最終目標は今言われるように、やっぱ憲法のこの精神にのっとったものでなければいけないのに、極悪になっているというね、そこはもう一番根本的なところだと思います。もう先生の切り分け論というのは、これ切り分け論というのは、一つは僕は、ね、歴史的にも切り分けなきゃいけないんだね、問題が。それを切り分けないで、同じように思いで、まあ、特に海軍が一番強いけど、海上自衛隊が、まあ、歴史的にも切り分けなきゃいけない。それからそのさっきの話は、戦に行くときとね、それとはまた全然違うじゃないかと、そのはっきり言って命令と服従というのは、それは戦う場面の話であって、でそれ以外のものはそうならないじゃないかと。でよくアメリカの、なんて映画もど忘れしちゃったけども、海軍の、相手の映画を僕は見たときに、やっぱり全部やっぱり戦うというとこから発動してるから、条件反射で突き下げる、考える余裕を与えるとね、余分なことを考えると、さっきのあれでこの命令は行こうかなとかね、そんなこと言ってたら、お前とてもじゃないか、戦えないんだから。つまりだから条件反射的に戦えるっていうことは、人間を物化するっていうことなんですよ。そうしないと人は殺せないわけですよ。だからやっぱそういう組織にこのするという本能的な、まあ、要求というかね、まあ、それが本当に強くて、それをじゃあどうしたらいいかというと、やっぱり本当に平場に持ってきて、平場に持ってきて、だから平場っていうのはまさに一つの大きな基準が憲法なんだから、平場に持ってきてさまざまな議論がまあできるようにするっていうことを我々がこう求めていかないと、まあ、率直に言えばその我々の中にもあるじゃない、まあ、特別論。いや僕はもう立川での事件を始めた時に、憲法の集まりの集会に言われましてね、質問がね、平場で出なかったんだけど、後の紙に、自衛隊権力である、ね、
人権弁護士とね、言っておる岡田さんが、なぜこの自殺事件をやるんですかっていう質問もあったんですよ、まだ20年経った。つまり、岡田さんがやってることは結局は自衛隊を温存し、改良するってことだけではないか。と、それは護憲の人がやる話なのかっていう、まあ、分かりやすく言えばですよ。やっぱりそういうね、非常にこっちの考えの方と、それから、いやだからそうすると、やっぱりその、なんかこう、垣根作るわけですね。やっぱりその垣根作って閉ざされた社会の中だけの議論、あるいはそこの論理というのは、めちゃくちゃ危険なわけじゃないですか。だから閉ざされた社会をどうこう、我々のこう開かれた社会と、可能な限り、つなげられるか。ということはもう本当に大事なことだと思う。まさにだから分離法廷なんかつながりを拒否するわけと、俺っちでやらせろよってね、素人は口出すな。それが今さっきの佐藤さんが言ったけど審査請求、まあ、要するに不服とかね、やる時は懲戒のための手続き、これに一切弁護士を関与させない。確かの時に本当に内部から告発をしていただいた、まあ、三者だからね、偉いんだけど、三者の人に対して、教会の通告をしてきたんで、教会手続きに入る。それで、私と田口さん、じゃあその教会手続きを代理になるって言って、内部書類出した。で、それ電話かかってきましたね。うちはそういう内部の手続きに、外の弁護士なんか、入れませんと。いや、本当に。うちで大喧嘩しながらも結局許さない。でただね、その事件について言うと、その彼がまあ告発したおかげで東京高裁で逆転勝利になって、自殺も責任がある。それから文書を隠してたということも、論外賠償。文書隠しの損害賠償を認めたんですよ。本当高だから20万だったけどね。いや、それが出たから、高裁判決が出たので、当時、小野寺さんが防衛大臣になったばっかしぐらいの時で、これで小野寺さんが、まあ、率直に言うと、最高裁の、我々が勝った判決だと、上告もしない、それからその告発した彼に対する懲戒処分手続きも止める。判断をこれしたわけです。だからそういうその裁判で勝つとかわーっとこう盛り上がったらそういう動きになるんだけど、あれほっといたら本当に勝手に僕はもう私が一番気にしたのはね、懲戒手続きに入るって時に私に告発、内部告発をして証拠を隠していると言ったことを捉えて懲戒になったら私の責任になっちゃうわけです。私のところに情報を持ってきてるわけです。だからこれは本当僕は極端に言うなら毎日新聞西山事件ぐらい思いましたよ。で、国家公務員が秘密の情報を外部に漏らす、あの時は新聞記者だった。で、今回は弁護士に漏らす、しかも相手方の弁護士に。そしたらこれ私だって危ないじゃないですか、西山さんと同じようにね。まあ女性がなかったから良かったけど、たまらかしてとかね。いや、本当にそういう意味では、我々のこの普通の市民社会と、どう、まあ、特別な社会であるが、可能な限り閉ざされた社会じゃなくするかっていう、まあ、そういうのがまあ非常に問われてるなと。だからそれは本当一件一件、壁を壊していくってことになると思うんです。本当審査請求、その不服申し立て手続き、さっきの話じゃないで、じゃあ誰がやるんだ、一人じゃないんですよ、弁護人って書いてある。誰がこれ弁護人があったら、本人がこの人って内部の人を言ってください、選んでください。で、本人が選ばないならこちらからね、選んであげますね。処分した側にね、処分しといた側がそれを争ってるね、弁護人をね、私の方で選んであげますって、信じられないですよ、普通の世界では。つまりそれを全部自分たちの社会だけで全てやるんだと、もう外部は入れない、ね、もうこれは徹底しているのが今言われた
そういう規則みたいなのにも全部この、まあ、貫き通されているっていうね、本当こう普通から見ると驚きますよ。でも全然そのことに普通だと思ってないです。向こうは向こうでそれは普通だと思ってこの落差っていうか認識の隔たりをね、どう本当に我々の普通の市民社会の感覚に近づけてくるかっていうのが、まあ、問われてるなっていうのは本当、まあ、今日それは皆さんの話もね一貫してると思うので、札幌は吹雪で今の時間の飛行機はもう欠航になっていて、最後の最終便になんとか間に合うように羽田に行きたいと思いますので退席させていただきます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ではもう少しだけ何か質問とかご意見とかありましたら、はい、はい、お疲れ様です。元航空自衛官の水上と申します。よろしくお願いいたします。先ほどからですね、自衛隊内部でもう、健康教育をっていう、訴えが あったかと思うんですけども、行われていることは行われているんです。ただもうその割合がですね、もう本当 0.1% あるかないかっていう、もう一応教本とかにはね書いてあるんです。どんな条文が書いてあるか、まあ、例えば南条はこういうふうにっていうふうに書いてあるんですけれども、それをもうとにかく読んだだけで、もうどちらかもう本当に法律に関して学ぶことといえば、彼女もね、もうたくさん受けたと思うんですけれども、自衛隊法ですとかそういったものばかりです。で、あと、岡田先生の、お話の中で上位下達という、まあ、これは自衛隊の、まあ、基本中の基本なんですけれども、自衛隊法の中に、上官の命令に服従する義務っていう、自衛官の六大義務の中の一つがあるんですけれども、これは私思ったんですよ。そうした義務がですね、もしかしたら上官にとっては、自分たちに与えられた権利ではないかと。なぜかというと、自分が思ったことをどんなこと、部下にとっては理不尽なことであっても自分にとって都合がいいと判断すればそれを命令にして出すことができるというふうに、まあ、私自身、思ってたわけなんですよ。で、まあ、他にも、まあ、いろいろ六大義務いろいろありますので、ちょっと検索して見ていただけたらと思うんですけれども、他にもですね、例えば、自衛官の退職を規制したのも逮捕40条に、規定されております。これもですね、やはり憲法に違反するものだと、まあ、職業選択の自由に反するものだと私は考えております。要は私に何が言いたいかと言いますと、まあ、皆さんおっしゃる通りなったと思うんです。自衛隊の中にやはり日本国憲法を根付かせようということが大事だと思うんです。まあ、私も、まあ、彼女もですね、全ての自衛官そうなんですけれども、日本国憲法を遵守するという、副部の先生を行いました。そういったことをね、もう一度思い出してほしいということをですね、やはり、自衛隊内部に、訴えていかなきゃいけないなということを、まあ、改めて感じました。やはり憲法はですね、人権、国民に対して与えられた権利の宝庫だと思っております。自衛官もやはり国民の一人だと思いますので、当然そうした権利を受ける権利はあると思います。そうしたことをね、やはり訴えていかなきゃいけないなということを改めて感じました。以上です。他に何か、ご意見とか感想とかある方いらっしゃいますか。前回はなんか当事者の方、はい、どうぞ。どうもありがとうございます。ちょっとだいぶ遅れてきたので、
先ほどのアンケートで軍事法廷をどうのこうのって言い方があったってことで、これは非常に危険な考え方だと思います。と言いますのは、朝鮮戦争が始まって日本に軍隊を作ろうとして、フランク・コワスキーって大佐がアメリカからやってるんですね。で、彼が日本の憲法とかあらゆる法律を調べて、あ、日本憲法あるんでダメだ、軍隊は作れないっていう結論を出しましてね。で、警察予備隊とかあんな名前になったわけなんですね。で、その時の3つ挙げたんですよ。憲法9条、それから日本の三審制、もう一つちょっと忘れちゃったんですけどね、あ、何とか、この3つがあるんで軍隊は作れないって結論を出して、ああいう形になったんですね。ですから、その一般隊員の中でも軍事法廷のものなんて言って、ちょっとこれ危険なあれだ、兆候がするなって気がしました。以上です。はい、どうぞ。すみません、今日撮影を依頼されて、まあ、セクハラ、パワハラ の裁判ということで、来てたんですけど、今日ここの集会でもっとね、広範な日本におけるその自衛隊あるいは軍隊の在り方みたいなところに話が広がっていってるなと思うんですが、東京裁判じゃなくて BC 級戦犯ですね、あの時 の処刑された日本兵というのは、まあ、アメリカ、イギリスの捕虜を殺したと、それも自分の意思ではなくて上官の命令で殺したということを、まあ、必死に抗弁するわけですけど、それでも有罪になって死刑になるわけですね。それは先ほどちょっと出たように、たとえ命令であっても人間としてのね、尊厳というか人間としての義務において、やってはならないことは拒絶しなければならないと、それを拒絶せずに、捕虜を殺したということは、これは有罪であるということで多くが死刑になってるわけですよね。まあ、そういう話はこれは思い出したということだけなんですが、そういうことを考えながらですね、まあ、今の自衛隊法、それから軍法会議がないという状態で、じゃあ仮に今度どっかと戦争して捕虜になったとき、あるいは捕虜を取ったときの取り扱いというのがどういうふうに決められているのかとかですね、まあ、そこら辺私もよくは知らないんですが、要は今のこのまんまの状態で戦争してですね、仮に戦争をやらざるを得なくなったとしたときに大丈夫かいなと、本当に文明国としての、まあ、こんなのがあるかどうかわからないけど、きちんとしたですね、国際法にのっとったちゃんとした戦争ができるんだろうかっていうと、なんか非常に心もとないなというか、その事態に直面した時にどうしたらいいかわからないという状態がすごくたくさん出てくるんじゃないのかなという気が今しているところです。ありがとうございます。あ、じゃあ先ほど手を挙げられた方がいらっしゃるので、2つ感想があって、まず午前中の傍聴で、私国側の代理人の発言した若い女性の人をずっと見てたんですけど、こちら側で原告の方の論述で都合が悪いような、明らかにちょっとこうおかしいと思われるようなことが発言されるときに、ものすごい高速で瞬きをして、うんうんうんって、もう彼女がもうもう表情がすごい、きっと何か葛藤があるんだと思うんですけど、というのをずっと見ていましたっていうのが一つ。それでまあちょっとその自衛隊が軍隊であるか軍隊じゃないかみたいなところで、最近韓国のアイドルがトップアイドルが入隊したっていうので、すごく韓国のその軍事訓練みたいなのがすごく
オープンにっていうか、あのいろいろこっちに入ってくるようになって、で、ご承知の通り韓国は義務、全員男子であったら18歳になったら、徴兵義務がありますよね。そうするとだから結局韓国人にとって平等な義務なわけだから、その義務が苦痛でないように韓国軍ってすごく改革をしていて、それで、もう去年の夏からはスマホもある一定の時間を超えれば持ち込んで、ちゃんと家族とも昔はなんか、週に1時間だけとかそういうのしか外と連絡できないとか、そんなのがあったのが、日に何時間、何時から何時までは自由に連絡をしていいとか、そういうのもあるし、昔はなんか新兵いじめみたいな感じで、同じそういう兵舎の中に上から下までいるから、先輩には逆らえなくて殴られたり蹴られたりとか、トイレに行くにも許可がいるとか、そういうのがあったりしたらしいんですけど、今はそういうのをちゃんと人権を保護するように平等に韓国人としてのそういう基本的人権は守られる、軍隊の中でも守られるようになっているっていう。それにあと日本に対して反日教育とかそういうのはないって、ちゃんとアメリカ軍と日本は友好国だっつって、日本に対してもこうだっていうのを韓国軍は教えてるっていう話を聞いていて、そういうところは自衛隊っていうのは逆にその韓国とかそういうことの軍隊に対してどういうふうに思っているのかなとか、そういうなんかちゃんとそういうベーシックなところを共有してるのかなと思うんですけど、いうことを感じたりしてました、はい、ありがとうございます。とりあえずちょっとこうですね、ハラスメントの撲滅ということで、とりあえず次はこれの精査したやつを届けるって感じで いいですかね。で、じゃあすいません、もうそろそろ6時過ぎて2時間を超えているので、ご質問あれもう一方ありましたっけ。はいはい、山川隆一と申します。私山川隆一と申します。2013年まで埼玉県の教員やってました。で、君が代直接じゃないんですけども、だからそれで処分されたんですけどね、やっぱりそれが、やっぱり国家だからとにかく強制的に使わせるっていうのは、立憲主義っていうのと反対だと思ってるんですね。で、ずっと最後の10年間、私が言ってたのは、アメリカ独立憲法のこと、独立宣言のことなんです。つまり、すべての人間は神によって平等に作られている。これは日本国憲法律の第14条の一項だと思います。それから、そして一定の譲り渡すことのできない諸権利がある。その中には、生命、自由、幸福の追求がある。これは日本国憲法第13条の即そのままですよね。で、それを守るために、人々の間に、国家があるんである。だから人権を守ることが目的であって、そのための手段が国家なんであるっていう。で、その国家が人権を守るという目的に対して破壊的になった時には、それを廃止してちゃんと人権を守るようにちゃんとそういう作り直すのが当然の権利であるという、それが結局今のね、日本の国家体制っていうのをまずそれをはっきりしなくちゃいけないと思う。で、日本の人々は先生も言いましたけど、日本国憲法ってね、何条に書いてあるからとか言ってるだろうけれども、アメリカの戦後の公民権運動とか、この間のブラックライブズイズマターとか、アメリカの国民はアメリカの憲法の第何条に書いてあるからとかでね、行動してるわけじゃなくて、これで行動してるわけだと思うんですよ。で、小熊英二さんの書いた民主と愛国っていう本で、小田誠さんのことが書いてあったんですけど、小田誠さんがアメリカの米軍基地の司令官にあって、あなたがアメリカの国議会に軍隊を差し向けろって言ったらどうするって言ったら、最初は渋ってたんだけど、そこまで言われたら私は大統領の敵になる。それからこの論理でベトナムの反戦のね、それ脱走兵がいっぱい来たわけですよ。それがやはり日本の国民の中でどれだけちゃんとやっぱり自由ついているかっていうのも大事だし、それから憲法改正の真実という本で、
樋口陽一先生ですね、あの憲法の最初のあの人はやっぱ球場を変えるのは反対だけど、もし球場を変えるんだったらみんな徴兵制を確保しなくちゃいけないと。だから結局市民っていうのは全部それをね、やっぱりあの特別な人に任せるんじゃなくて、自分がやっぱりあのその立場になったらどうするかという。だからこれはだから本当にあのそういうあの今回特にセクハラの問題もありますけれども、私はあの自衛隊というね、まず国家の一番の暴力組織なわけですから、実力組織なわけですから、これはやっぱりあのなんていうか、私らも結局だからアメリカの教師とか他の国の教師と連帯してやってます。ですからやっぱりドイツのあのそういう軍隊のあり方とか韓国の軍隊のあり方とか、そうやってやっぱりあの開かれた特にあの自衛隊だからそういう球場に縛られて論議できないっていうんじゃなくて、やっぱりねオープンにね、やっぱりみんなで考えていくべき問題だと思います。以上です。はい。あ、それからあのメール使えないんでところにちょっとあの意見を寄せたいと思いますので、よろしくお願いします。分かりました。ありがとうございます。大体こんな感じであれですかね、今日のところはもうそろそろお時間もお時間なので、今日は本当に大勢の方にお集まりいただきましてありがとうございました。今日はですね、本当にあの角田先生と佐藤先生のですね、まあ、歴史的対談というか家系が見れたんじゃないかと。皆さんはあの歴史を目撃されてね、あのすごい本当にあのやり取りだなっていうふうに、すいません主催者がそんなこと言っちゃいけないんですけど、思いました。やはりあの私たちやっぱね、人権を守る、人を守るっていう人としての感覚をやっぱり大事に、しないと、結局あれですもんね、自衛隊の人の人権も守られなければ私たちの人権も守れない。だからやっぱりあさっての方に向いちゃうと困るなっていうところで、そこをですねやっぱりあの市民社会に引き戻す一つの論理がこのハラスメントっていう撲滅っていうことなのかなと思うので、ちょっと皆さんもぜひあのこの問題あの特にですね強くご関心いただいて、あの本当に五ノ井さんの声あれで終わりっていうふうにさせないで、本当に今苦しんでる人本当いっぱいいて、血を吹き出すような回答を本当いっぱいコメントいただいたので、あのそういう方が今もいらっしゃって苦しんでるんだということで、あのなんかですね、暗闇の中でこう手を探り合ってお互いこうですね、名前も分かんないけど連帯っていう感じであのできていったらいいなというふうに思います。引き続きちょっと次回どうするか、次回期日が3月25日なんですけど、もしかしたらその前にあのハラスメントの詳細を分析したものを提言できる機会があるかもしれませんので、ぜひあの今後もですね、あのクローバーの会に入っていただければ、あの全部アレンジをクローバーの皆さんにお願いしていますので、あの適時こういったあのイベントの情報も皆さんに届くと思いますので、あの引き続きご関心を寄せて、現役自衛官セクハラ訴訟の件もですね、ハラスメント撲滅のこのプロジェクトもですね、ぜひあのご関心を引き続き寄せていただければと思います。最後にですね、会場を提供してくださった専修大学の長谷川先生に拍手をお願いします。では今日はこれで終わりで大丈夫ですか。皆さんも遅くまでお疲れ様でした。気をつけてお帰りください。あと